繰り返し札幌方面をご利用のお客様にお知らせいたします。ただいま開設中の16時45分発小樽チップスレッシャーですが、特急列車の遅れの影響を受けまして7分ほど遅れて運転しております。16時45分発小樽チップスレッシャーは7分ほど遅れて運転しております。